今キノコの種菌を打ち込みました。これはタモギタケっていう食べられるキノコです。野生でも生えてるキノコらしくて栽培もできます。それでシイタケとかヒラタケとかナメコとか、だいたいシイタケは春秋とか、ナメコも秋とか、ヒラタケも秋冬とか、寒い時期とか、まあシイタケは春にも出るけど、あんまりあったかい時期にキノコって基本取れないみたいなんだけど、このタモギタケっていうのは夏に取れるらしいです。だから夏に取れたら春はシイタケが取れて、夏はタモギタケとかが取れて、また秋はいろんな種類の食用キノコが取れてっていうことで、一年中こうちょくちょくキノコが楽しめることになると思うので、そういう面でもこれすごく良いかなと思います。味の方はまあ食べたことないしわからないんだけど、美味しいらしいので楽しみです。一応植えとけばまたそのうちうまく育てば取れると思うので。とりあえず直射日光の当たらないこの辺にしばらく置いておこうと思います。気づいたらもう4月になりました。山菜がいろいろ出てるはずだから、ちょっとその辺の野原とかちょっとしたやぶとかに見に行ってみようと思います。そろそろもう小ごみが伸びてきてるはずだから、小ごみもタラの芽とかああいうのも本当意外と取れる時期って数日しかなくて、こうほんと数日とか1週間ずれたらもうここにも伸びすぎちゃったりするので、ちょっといろいろ見に行ってみようと思います。ここタラの芽がちょうどいいのが出てる。あ、その横はまだ小さい感じです。でこっちにも大きいタラの木がこことかにもあるけど、でもこっちもまだ芽が大きめのやつでもあれぐらい、でもちょうど良さそう。こっちはここあの下にもよく見たら、あれとかほら、タラの木だ。あっちの辺、これは枯れ木。あ、これとか、これちょうど良さそう。こっちも。ちょっとここのタラの芽は気持ちなんか細めで、トゲがちょっと多めな気もするから、もう一個ぐらいにしとこう。いっぱいあるけど、なんかその場所によってトゲが多めのタラの木があったり、ちょっと少なめのやつがあったり、まあこれぐらいなら天ぷらにすれば全然問題ないけど、
ここいっぱい咲いてるの、これ木いちごの花だと思います。あれは水場。これ小ゴミ、今見たらほんとちょうどいい時期です。この辺ボコボコに掘り返してるのはイノシシだと思うけど、ここら辺なるべく肉厚なの何個か取ろう。すごいいっぱい出てるわこれ。小ゴミ、こっちにもあった。これアケビの花。アケビの花なんか独特な形してて好きです。上見たらいっぱいついてます。これは山吹っていう花だったと思うんだけど、なんかちょっと時期が早いような気もするけど、気のせいかな。垂れ下がるような感じで。今の時期こうやって草が、これは大犬のふぐりっていうやつだと思うけど、多分あの青っぽい花がいっぱい咲いてます。この地面の小さいんだけど、近づいてよく見るとすごい綺麗です。そしてこれシャクっていう山菜というか野草というかああいうのだけど、これもある程度摘んで帰ろうと思います。もうちょっとこう花の塔が伸びてきてます。シンバを摘んで帰ろう。タラの芽、シャク、コゴミ。